こんにちは、松本です。今日はですね、先日質問を募集したんですが、その質問に回答をしていきたいと思います。テーマはですね、今回は進路の決め方ということで話をしていきたいと思います。先日募集した時40ぐらい質問が来て、非常にありがたかったです。あ、こんなに、なんていうんですかね、僕は結構教えるのはなぁと、こうちょっと前回の動画に教えるのがトラウマになったっていう話をしていたんですが、なんていうんですかね、こうアンケートを書いてくださるぐらいみんな真剣に、求めてくださる人がいて、なんか少しこう自分がその人のためになることがあるのであれば、何か答えたいなと思って、少しでも参考になればと思って答えたいと思います。特に気になったっていうか、すごい自分も話したいなとか、多く悩んでる人がいるだろうなっていうものに関しては、この YouTube で動画を話していきたいと思います。他の、こう動画を自分が実際喋った方がいいなとかいうのは YouTube ライブで、今のところ木曜日を予定しています。ということで、回答をしていきたいと思うんですが、今日はですね、中学生の、男子の方から、強豪校に進んでも大丈夫かということで、進路に関する質問があったので、それに回答をしていきたいと思います。要は強豪校に進むのか、多分おそらく書いてはないですが、地元の、それなりというか、自分の近くの家のですかね、学校に進むべきかということで悩んでるということで、なんか学校時代に勤めてた去年が懐かしいですね。僕は去年はですね、昨年3年生の担任をしていて、進路指導をやっていました。僕の場合は進学ではなくて就職の方が多かったんですが、少しでも参考になればと思います。結論としては、僕は何校かオープンスクールに行って決めた方がいいと思います。で、ここが一番大事なんですが、自分で決めることが一番大事だと思います。それを今から、順を追って話をしていきます。まず、強豪校に行く、もしくは強豪校ではない高校に行くということで、メリットデメリットっていうのを少し話して、その後に、僕自身がどういう選択をしてきたのか、そして、最後に特に大事だといった、なぜ自分で決めるべきなのかということについて話を進めていきたいと思います。それではまず、強豪校に行くメリットデメリット、強豪校ではない高校に行くメリットデメリットについて話をしていきますが、強豪校に行くメリットっていうのは、やはりすでに活躍している、人が多いということで、レベルが高いと思います。もしくはインターハイに行きたいという目標があれば、インターハイに行ける確率は、もちろん高くなると思います。これはメリットだと思いますし、周りの環境に押されて自分が上手になるということも、可能性として高くなりますし、目標意識も比較的高いと思います。みんな例えば下宿をしたりとか、もともと実績がある人が、全国大会に行ったことがある人が入るなど、することによって、同じ、日本一になりたいという目標を持っていたり、インターハイに出場して活躍したいという目標を持っている人が、少なからずというか絶対多いと思います。ただしデメリットとしては、それによって競争が激しくなって、勝てなくなる可能性は高くなりますよね。要はハイリスクハイリターンになる可能性が高いと。で、ここが見落としがちなのかなと思うんですが、勝ち癖がつかなくなる場合というのがあります。例えば、他の学校であれば1番手とか2番手にいて、自分が常に勝つ可能性が高い状況で、他校と戦う。ただしレベルが高いところに行ってしまうと、例えばレギュラーに入れずに5、6番手もしくはもっと下の番手になってしまうとなると、なかなか勝つ体験ができなくて、逆に負け癖というのが、つく可能性があります。もしくは実戦に出れなくなってしまうということもあって、なかなか、最初から上の方のポジションにいないと厳しいというのも、デメリットだと思います。
いや、それでは次に強豪校ではない高校のメリットっていうのは何なのかというと、やはりですねレギュラーになって出れる可能性が高い、まあ、さっきの逆にはなってくるんですけど、レギュラーになって出れる可能性が高い、まあ、つまりは校内では勝ち癖が、ついて、その次に他校でどのぐらい勝てるのかということが大事になってくると思います。あとここはなかなかポイントにならん、気づかない人が多いかもしれませんが、自由度が割と高くなるんじゃないのかなと思います。強豪校に行くともうすでにですねこう例えば寮生活であったりとか部活動内の決まりが決まってあって、まあ、伝統がこうあってなかなか練習メニューを自分で決めたりだったりとか、こうキャプテンの意思というよりは先生の意思が強くなる可能性の方が高いのかなと思うので、強豪校ではない高校の方は、そういう意味では自由が利く自分の意見が通りやすくなる可能性も、あるのかなと思います。ただしデメリットとしては全国大会に上位に入賞するのはやっぱり可能性としてゼロではないと思いますが難しいと思います。また、先ほどとの逆にはなるんですが部員全員が同じ目標を、持っているわけではありません。例えば勉強を頑張りたいという子もいれば部活は、まあ、ほどほどに運動不足にならない程度に部活を頑張りたいという生徒もいるかもしれないので、そこの差っていうのが、もしかしたら気になる部分ではあるのかなと思います。でここまでメリットデメリットを言ったんですがやっぱり学校で全然違うと思います。なのでパンフレットとか YouTube でその選手出ている選手の動画を見るだけではなくて自分で肌で感じることが非常に大事だと思います。ですし自分の人生の、分かれ道分岐点になるかもしれない選択をネットとかパンフレットとか紙で済ませるのは僕は本当に良くないと思うので、昨年のその就職活動の際はもうできるだけ数多く説明会であったりとか、長崎県内の就職先であれば工場見学などに行くことをもうかなり勧めてましたしもうほぼ強制で、やらせていました。なので自分の目で見る自分の肌で感じるっていうのが本当に大事になると思います。では僕自身はどうだったかというと、僕自身は強豪校ではない、学校に結局進みました。高校大学ともにですね、で自分の、性格的な部分もあって、なんていうんですかね、こう強豪校の中で高いめちゃくちゃ高いレベルの中で僕は進んでたらおそらく潰れていたかもしれないなと思います。なかなかこうなんていうんですかね、全国大会上位で常に成績を出せるような強さではなかったので、結果的にはですね自分の選んだ高校長崎工業高校っていうのは入った時にレギュラーになることができて、最終的には全国大会は出ることはできませんでしたが、そこを進んだことは間違いではなかったと思います。でどういうところが良かったかというと、自分の性格上ですね自分で考えて自分のやり方でやりたいタイプだったので、練習メニューを自分で考えさせてもらえたり、その辺が自由になって自由というかこう考えさせてもらえるのを尊重してやらせてもらえていたので自分のスタイルを試すことができる環境で本当に良かったなと思います。でここで、どちらに進んでもいいと思います僕は。ただ大事なのは自分で決めることが大事だと思います。結局ですね自分で選択をしたっていう考えを持ってなかったら僕はもし辛い時とか苦しい時があった時に例えば先生に言われたからとか保護者の人に言われたからと思ってしまって、で思ってしまうと辞める確率であったり逃げ出すことが、多くなる確率が高くなると僕は思ってます。でもちろんですね逃げ出すのが、悪いとは言いませんし、
特に苦しい時は逃げ出すこともありだと僕は思います。ただ、じゃあ人生ずっと逃げ出していいのかって言われるとそうじゃないと思う。絶対向き合わなくちゃいけない時はあるし、戦わなくちゃいけない時がある。だそんな時に人のせいにしてたら絶対乗り越えられないと思っているので、僕は自分で決めるっていうのは本当に大事だと思います。でこの、回答をしてくださった中学生の方に、言いたいこととしては、選択に正解はないと思います。例えば僕は今教員を辞めて、プロになって全国大会で優勝したいという目標を抱えていますが、もしかしたら、今後それを後悔するかもしれません。もしくは教員になった方がもしかしたら、幸せになっていたかもしれない。ただもうわからないですよね。でどっちを選んだから正解にするとか、どっちが不正解とか、そういうのではなくて、自分が選んだ道を正解にする、自分の選んだ道を幸せにすると、そう決めることが大事だと思います。なので、この質問者さんは最終的には自分で決めて、自分で決めた道を正解にするための努力を必死に頑張ってほしいなと思います。僕もこの回答をしながら、自分自身の選んだ道を正解にしようと、正解にするための努力を惜しまないようにしようと思うことができました。ということで、今回の質疑応答はこれで終わりたいと思います。次回の動画も楽しみにしていてください。それでは今日も一日ご安全に。